こんにちは。即果塾の久保でございます、えー。今回はね、働くことでは楽にはならない。生活は豊かにならないということでお話ししていこうかと思います。まあ、この考え方は多くの方に納得させる部分が結構あると思うんですよ。働くことでは楽にならない。うん、でも、じゃあどうやったら自分の生活が楽になるんだと。豊かさってのは、働くこと以外何かあるのかっていうことになると思いますけども、ちょっと時代をね、振り返ってみたいと思うんですけども、かつて、 この日本では働くことで楽になる働くことで生活が豊かになるひいては国そのものが豊かになるっていう時代は確かにありましたそれが高度経済成長というものをね呼び出したわけなんですよねまあその高度経済成長が生き切った暁に在宅ブームっていうのが起きました在宅ってのは不思議なことに働いてる人がいないところが一番儲かるっていう流れだったんですよね でも残念ながらその在宅ブームはその絶頂期行動の限界点を迎えてバブル崩壊という浮き目に遭うんですよね。で、バブル崩壊後のこの日本っていうのは本来でしたらそれまでの働くという概念を変えなければならなかったんですが残念ながら多くの方が昭和世代の働くという成功モデルをもう一回やろうとしたんですよね。もちろんこれ完全に否定するものではありません。あの、額に汗して働くっていうのはとっても尊いものだと。 今ででも私は思うんですよねただ尊いものであることと自分が個人的に豊かになることひいてはこの国全体が豊かになり GDP を押し上げ世界の中でも発言力を増すほどの存在感を出すっていうのはだんだん分かれてきたんじゃないかなと思うんですよ。もうちょっと具体的に言いましょうか昭和の時代私たちが就職しようと思うと工場で勤務するっていうのがものすごく一般的だったです。 多くの方は工場で勤務して朝8時なり9時からスタートして夕方5時6時まで働きましたそれ以降働く時は残業というものになりましたこの時は労働時間がそのまま売上や利益に直結してその売上や利益に比例した給料や残業代ってものが従業員に払われたんでみんなで損しなかったわけですよねもうちょっと細かく言うとですねみんなで同じものを作ることが正義だったんですよ みんなで同じものを作りそしてみんなで同じものを買いみんなで同じような暮らしを目指していったんですよだってそうですよねみんなで家を買うみんなで車を買うみんなで冷蔵庫を買う個性的なものじゃなくてまずはないものからあるっていう状態にみんなで目指したわけなんですよでその後にテレビが個性的になったり冷蔵庫が小型化したり大型化したり大きい家の中には大きい冷蔵庫を入れたりとかね いろんな細かい趣味嗜好によって商品は分かれてきたわけなんですよ。そこからが個性的な時代の始まりというものになったのかもしれません。でも昭和の時代はとりあえずないものをある状態にしようということで何でもいいからとりあえず冷蔵庫何でもいいからとりあえず家何でもいいからとりあえずという形でねないものからあるものへの変化が大事だったわけですよね。で一応整ってくると 3K みたいなもんでね整ってくると 3C 主義ですかね整ってくると さらにもっといいものはないかなってことで枝分かれしてったってことになります。で、働き方なんですけども、サラリーマンとして正社員として工場勤務するっていうものがスタンダードだったのと、もう一つなんですけども、脱サラとかね、個人事業主として飲食店を経営するっていうのも結構ありました。街では個性的な飲食店、もしくは喫茶店ってものに人が集まり、何でもいいから外食をする。 何でもいいから飲食を楽しむ、コミュニケーションを楽しむ、そんな場所が街に少しずつできました。でもやっぱり自分で何かことを起こすっていうのはお金もかかりますし、ビジネス、商売の手法もいりますし、人柄も重要ですしね、結構難しかったんで、多くの方はそれでも工場勤務を選んだと思います。当時はね、自由業って言われて憧れの商売が喫茶店や飲食店だったんですよね。一部の方しかそういった仕事ができなかったんで、 結構ね、大人名商売ですかそういったところがあったんですよ。つまり、飲食店を個人で経営されている方は、自分で思うように利益を設定できますから、例えばね、3日間休業とか、5日間休業とか、なんか昔の商店街ってありましたよね。お盆休みのため、何月何日から1週間休ませていただきますとかね。年末年始はお正月のため、1週間休みますとか。場合によっては都合により臨時休業ですって言って、家族で旅行に行ったりみたいな。 がね、あったわけなんですよでそういった形でその地域には限られたお店しかなかったんでそういうバランス需要と供給のバランスにより自由業っていうねそんんなな呼ばれ方をしたわけなんですよまさにお父さんお母さんが飲食店やねお店をやっていたらそのお店家族っていうのは金持ちみたいなのが一般的で私のところでもね自動車整備会社のこの息子さんっていうのは同じ小学生同級生でも最新のゲームをいつも持ってましたね。 忙しそうではあっったたんだだけども豊かだったと思います、うん、今みたいにねカーコンビニクラブみたいなのが全国チェーンっていうのがなかったわけですからやっぱり業種っていうのはその地域に1店舗ぐらいしかなかったんですよパン屋さんもやっぱり多くのマーケットからその地域からすごく求められていて価格競争っていうのがねほとんどなかった時代コンビニもありませんでしたからねで通販もないですしね格安みたいなところはなかったわけなんですよディスカウントスターすらなかったですからまあある意味 売る人が強かったので働く人が強くって働く人の収入が上がってという形でどん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 物価が上がっていった時代だと言えますさあごちゃごちゃと申し上げましたけども工場勤務や飲食店経営が働くこと、ね、それを生活を豊かにする糧として働いていた時代っていうのがなかったわけなんですよねでそうなると時代が変わりましてだん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 情報ってものが出てくるんですよ例えばね どの工場がいいものののを作るかかとかねどの工場がより原価の安いものを作ってるのかっていうふうなただ工場があるよっていうだけではなくてあそこの工場に行ったら給料が高いよこの工場に行ったら勤務形態こうだよっていうふうな情報がだん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 浸透してきて工場選び勤務地選び仕入れ先選びに生かされるようになったんですよよそれまでのの昔かからら付き合いいいいだっっってうりももこちと取引先があるよ。 っていうふうな形になると天秤にかけるってことができたわけなんですよね情報の力ですあと近所に飲食店がちらほらと増え始めたときにどっちがいいかなこっちの床屋さんがいいかなあっちの美容院がいいかなっていうふうな情報により選別が行われてきたわけなんですよそうなると物知りの人がいろんなアドバイスをするのによく用いられるようになったんですよねまあ、ですのでたくさんの経験をした人はたくさんのお店や工場を知ってる人が いわゆる町の生き地引きとなってその人にアドバイスを求める例が増えたりそれからですねそういうのを仕事にする人が出てきたわけなんですよ情報が仕事になる時代ですよねでこれがもうちょっと進むと在宅ブームに合わせてどの工場がこれからシェアを広げていくのかどの工場が銀行からお金を大量に借りただからその工場は新しい工場をいっぱい作ってねでそこに多くの人を採用して つまりは景気がいいんだっていう判断でその工場に今のうちに投資しておこうみたいな人も出てくるわけなんですよ。これ飲食店でもそうなんですけども今後どんな飲食店が流行るかなってことが分かると商売で当てやすくなるわけなんですよ。ですんで今後マクドナルドみたいなハンバーガーが流行りそうだなと思ったらハンバーガー屋さんを開店するために独立企業の準備をする人が増えるということになったり中にはデマもありますんでね。 今後こういうのが流行るんじゃないのっていうふうな適当な情報を掴むと大変なことになっちゃったりするわけなんで、情報の価値がどんどん上がってきたわけなんですよ。で、それがですね、1990年以降にインターネットというものが発達してきて、個人で情報発信できるようになると、個人でも物知りな人がたくさんの利益を得るようになったんですよ。つまりは、個人に集中するアクセス、そこに広告を載せるということでしてね。本人のアドバイスや本人の考え方もそうなんですけども、 そこに集まる人に対して付与する広告ってものに、えー、二次的な価値が生まれてきたんですよつまりはアフィリエイトの時代ですはいここまで来ましたどうでしょうか最初は働くことっていうのは工場で働くこと飲食店を経営することだったんですよでもそのうちにどの工場どの飲食店っていうふうな情報を選別するという能力が働くことに変わってきたんですよこの働くことってのはね実は旧来の働くことと概念が大きく違うのは 例えば飲食店の働くこと、飲食店の情報を集める働くことっていうのは、とにかくね、ラーメン屋さんならラーメン屋さんをいっぱい食べ歩いて、こっちのラーメン美味しかったよ、あっちのラーメンはこうだったよっていう風な、そんな体験や情報を持ってる人に価値が集まる。つまり、遊んでんのか働いてんのか、はたまた食べてんのか、リサーチしてんのか分かんないような状態になってきたんですよね。で、しかも、ラーメンをいやいや食べるんじゃなくて、いや、 私はラーメンが好きなんでそれこそね一年中3食3杯ラーメン食べても飽きないよって人が中にはいるんですよそういう人がずーっとラーメンを食べてるとそれこそねラーメンをたまにしか食べない人よりは詳しくなるしラーメンを嫌々食べる人よりはものすごく分析が正確になってくるんですよねそうするとラーメンブローガーラーメンライターみたいな人が職業として成立するしかもその人はラーメン食べるのが苦痛じゃないんで食べれば食べるほど ラーメンの情報を発信すればするほど記事を書けば書くほど儲かるんでまたラーメン食べちゃうんですよねそんな形で好きが仕事になる時代が来たわけなんですよさあここまで来ると昔言われていた働くことの概念がどういうふうな形で変わってきたのかってことがお分かりになると思います、まあ、いろんな事例は挙げればきりがないんですけどもじゃあこれからですねすごく大きな話になりますいきなりこれからこの日本という国がね 海外に比べて例えばアメリカに比べてどのぐらい価値を上げていくのか下げていくのかってことが判断できるようになるとドル円の関係これに考えが至るんですよね日本はもともとアメリカに対して1ドル360円というものすごいバランスで取引してましたそれがいつの間にか一時期はですね1ドルが100円を切って1ドルが77円 っていうところまで来て、つまり円がものすごく強くなったんですよね。日本が人気になって日本円をみんなで欲しがるから、日本円がどん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 360円から240円になって、240円から120円になって、ついには100円を切って77円まで行っちゃったと。日本円の価値が高まっていったんですよ。日本がものすごく求められていったんで。で、これから日本に波が来るぞという風うな情報を持った人、判断を持った人っていうのは、早めに日本円を、例えばね、 300円ぐらいの時に買っておけばものすごく値段が上がって300円が77円って言うとおかしく聞こえるかもしれませんけどもそのぐらい日本円の価値が高まった時にタイドルに対してねものすごく富豪になっちゃったみたいなそういう仕組みを使ったのがあの FX とか為替なんですよねこれから日本円が入手しにくくなるよ人気になってみんなで日本円欲しくなるよ買うようになるよっていうことで最近仕込んでおくとつまりは日本円をしっかりと持っておいた方は それから数数年年後、十数年後、十日本円がまんまとね3倍5倍の価値になった時にその時100万円だったものが500万円になるとかね一0 0 0万円になるみたいな価値の恩恵を受けけるわけなんですよね。まあ、そういうふうにして為替っていうのは存在してますじゃあ令和4年これからですね日本円っていうのが今1ドル大体130円ですこの130円日本がこれから衰退して日本の価値がなくなると思えばこの130円は150円や 200円や300円になることが予想できるわけですよ。逆にこれから日本がどんどんね成長して、日本の企業がものすごく世界で、えー、ブランド力を持って、とにかく日本っていうと人気で人気でしょうがないみたいな状態になると、この130円っていう金額はドルに対してまた、ね、100円とか90円とか80円になる可能性があるんですよ。これどっちだと思いますどっちだと思うでしょうか単純に言いますよ。日本がこれから人気になって、日本がものすごく世界的に強い、 国になるとしたら、今、1ドル130円は120円とか、100円とか、80円とかになってきます。だったら、どうでしょうか。日本円よりもドルを持っていた方が得ですよってことになるんですよ。あ、これ逆ですね。日本円を持っていた方が得ですよってことになるんですよ。これね、逆さになるんで、ややこしいですね、はい。で、逆にですね、これから日本円がもっともってね、円安になる。円安になってもうね、 どうしようもなくなるよってことでしたらどうでしょうかね？円安になっちゃうんだったら日本円に持ってたら日本円の価値が落ちるわけですからじゃあ今のうちにドルにしておくことによって日本円の価値が落ちれば落ちるほど自分の個人的な資産が増えるっていう感情になるわけですよ分かりやすく言うと今1ドル130円の時にドルをしっかり持っておくつまり日本円を売ることによって日本円を売ってドルを買うことによって日本が衰退すればするほど 個人的にには豊かになるるっていうことが見えるわけです,よですんで私は今5月の中頃になりますけども今年に入ってね日本円を売って日本円をセルしてドルを倍しましょうっていうふうに FX の口座の中でずーっと言ってきたんですよね。そうするとどううでしょうか。本当にそうなったでしょ、ね、一人的にはね数円という価値が1週間ぐらいでガッと動いてそれこそ一晩で40万50万儲かっちゃったみたいなそんなそんな現実も来るわけですよ。 じゃあね、働くっていう概念で今日お話しましたけども働いて働いて時給給円でです、月給20万です、月月万給三十万です。働いて尊いことをしてるのにお金的にはそんなに手に入らないっていうコースですでも働くことはすごく重要ですよ働くことは軽視できません本当に尊いことですでも金銭的に豊かになろうというふうに考えるんだったらいわゆる工場で勤務していたり飲食店をやっていたんじゃ金銭的には豊かにならないんですよ 目の前のお客さんを喜ばせることはできますよ。でも、個人的に金銭的に豊かになることはできないんですよ。ですので、金銭的に豊かになろうとだけ思うんだったら、工場勤務から離れて、飲食店から離れて、お金を稼ぐ場、働く場イコールお金を稼ぐ場ではないというふうな概念。お金を稼ぐためには、例えば、為替をやる、ね、FX をやる、株をやるっていうふうにシフトして、そして、働くことの価値を高めるためには、 勤勤務に出勤するそこではお金のためじゃなくて製品を作るためサービスを提供するため目の前のお客さんの笑顔を見るため日本文化を支えるため別の大義名分っていうふうに分かれていかなくちゃいけないんですよね昭和の時代は働くことが自分の収入を増やすことであり日本の文化発展に貢献することイコールだったんですよでも今は分かれてしまいました、ね、だってラーメン食いまくったら儲かるなんてどこの世界の話だと思うんですよでも今現実なんですよ 映画を見て映画解説を YouTube でしたらアクセスが集まって毎月30万40万が入ってくるで時間がたくさんできるんでまた映画をたくさん見るもっともっと映画に詳しくなるこんなことが普通の人の間で起きるわけですよということでね話をまとめさせていただいて結論に入りますえ今回の「FX オルガルフィー第2話」でですねなんで為替が儲かるのかっていう話をちょっと時系列的に働くという概念をもとにお届けしました いかかがでしょうか今までの働くということ決して軽視できるものではありませんし大事なことですよでも個人的に金銭的に豊かになるんだったらその働き方稼ぎ方はもう今昭和世代のやり方なんですよね時代が変わったってのはそういうことなんですよ金銭的にだけ豊かになろうと思うんだったら FX に注目してみるっていうのは大きな決断になると思いますそして豊かになったら豊かになったお金で飲食店の利用をしてあげる 工場で作ったものをどんどん買ってあげることによって結果工場も繁盛する飲食店も繁盛するということで日本の文化それから商売を守ることにも FX オリガルヒは貢献できるんじゃないかろうかと思いますまずは個人的に豊かになるこれを考えていきましょうじゃあ第2部以上でございます次回もお楽しみに